追悼詩の朗読と慰霊の音楽演奏です。慰霊の音楽は打楽師東儀秀樹様、バイオリニストの古澤八尾様、お二方に演奏していただきます。今日演奏していただくのは午後の御神話です。そして追悼詩は福島県高等学校文化連盟加盟高校の生徒たちが今日の式典のために作ってくれたものです。朗読していただくのは女優の広末涼子様です。できない方々も大勢います。戻りたいという思いと、もう戻れないだろうという諦めとが私たちの心を苦しめ、私たちの心を引き裂きます。懐かしい故郷の風景が一つまた一つと心に浮かんできます。東日本国際大学附属昌平高等学校1年加藤陽子さんの詩を読みます。ふるさと、激しく長い揺れが続いて静かだった海が一瞬で豹変した。安全だと言われていた原発の爆発、まだ癒えることのない心の傷、思い出すたびに心が痛む。春のホトトギス山、夏の天神岬、秋の木戸川、冬の白鳥池、ふるさとへの思い、帰りたい、ふるさとが好きだから、ふるさとを愛しているから。東日本大震災から2年、時の経過が震災の記憶を風化させてしまうことを今強く恐れています。故郷の記憶や思い出がいつの間にか忘れ去られてしまうことも、いつまでも大切にしまっておかなければならない、話したくないものが私たちにはあります。福島県立いわき高等学校1年平岡夏子さんの詩です。きっと離れていってしまうのだろう。手のひらに乗せただけでは、頭の隅に置いておいただけでは、強く握りしめなければ、強く刻み込まなければ
きっと私たちは離してしまうのだろう。手のひらから落ちてしまうあの懐かしい思い出の日々も、私たちはこの悲劇をいつまでも語り継いでいかねばなりません。この震災で亡くなられた方々の思いを後世に、それはこのような悲劇を二度と起こさないため、強い決意を言葉に込めて、私たちは祈ります。最後に福島県立湯本高等学校1年加茂祐希君の詩です。祈り。いつも通りの明日はいつも通り来るはずだった。それなのに明日は一瞬にして消えてしまった。明日の予定や明後日の予定、もっと先の未来の予定もあったはずなのに、津波はそんなことも関係なく人々を飲み込んでしまった。犠牲となった人々の思いを忘れてはならない。そして語り継がなければならない。あの日、冷たい水の中で生きたいという願いを叶えられなかったたくさんの人々がいたことを。